こんにちは、飼育員斉藤です。ということで今日はですね、私が住んでいた家にですね、幽霊がいたのかどうかをちょっと検証したいと思います。というのも、まあ、今、いたという言い方をしたのは、この家、引っ越すことになりまして、それでまあ、動画を前倒しでちょっと撮って、まあ、引っ越し作業とかを進めてたんですけれども、じゃあその引っ越す前にですね、この家そのものには何か幽霊とかっていうのはいるのかどうかっていうのを検証したいと思います。もしかするとですね、ご自身の家とですね、整合性あって、私の家も大丈夫だと思うようなところもあるかもしれないので、まあ見て損はないんじゃないかなというふうには思います。というわけでですね、この家、まあまず全貌なんですけれども、大体これで全部なんですよね。2階があって、もう階段で2階があって、で、こっちがまあ階段があるところですね。で、あそこが玄関で入り口入ってきて、で、今ここにいるのがリビングなんですけれども、これでもう全部なんですよ、この家って。めちゃくちゃ狭いんですよね。なんで結婚して、まあ奥さんとここに一緒に住んでたんですけど、まあ一人暮らしないしはまあ同棲用の家っていう感じなので、結婚するっていう感じの家ではないよなということで、まあ新居に引っ越すことになりました。まあその前にですね、じゃあ一体どういう家だったのかっていうのをカメラ持ちながら回ってみたいと思います。まあそんなに紹介するほど広くないんですけど。ということで行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちらがまず玄関ですね。こんな感じですね。まあ本当ね、この玄関の目の前からね、公園があるんで子供の声が結構あるんですよ。だから子供の声聞こえますねっていうのをよく言われてましたね。ここがね、あの下駄箱ですね。でここなんですよ。これがね、この家すごく良くて、ここ何かっていうと洗濯機置き場なんですよ。だからね、こう洗濯機を隠せるんですよね。これは結構僕気に入ってました。で入り口のすぐっていうのはちょっと不便なんですけれども、なかなか素晴らしい作りだなというふうに思いました。おしゃれな感じにできるんでね。でここ給湯のやつがありまして、これまあ玄関のまあなんていうんですかね、近くの電気をつけたり消したりするようなところです。コンロはね、IH でしたね。IH 僕初めてだったんですけど、なかなか使いづらかったですね。で、ここ換気扇で。台所はね、正直狭いです。結婚するってなったら、ここで調理器具入れて、箸入れて、で、ここにお皿入れてっていうのが、まあ、いかんせん手狭なので、さすがにこれは引っ越そうかなと。で、ここが、トイレ兼脱衣所ですね。電気ついたね。でトイレ兼脱衣所っていうのが、まあ、このトイレがこっち側がですね、すぐお風呂なんですよ。でこう浴室乾燥とかついてるんですけど、基本的にはめちゃくちゃ狭いんですよねめちゃくちゃ狭いです。もう足は絶対に伸ばせないですね。本当に子供だったら足伸ばして入れるけど、基本的にはだから体育座りで入るようなそういうお風呂なんで、まあお風呂ももうちょっと広い方がいいかなということで、お引越しの一個の理由でもありました。で玄関入ってすぐリビングですね。この辺は粗大ごみで出すので、その日まで置かしてもらってます。まあ一応ちょっと二重家賃なんですけど、こっちの方もまだ契約はしてるんですよね。でここがクローゼットですね。一応移動式なんですけど、備え付けのクローゼットでした。これがね、右が奥さん用、左が僕用みたいな感じで使ってましたけど、今はもうもぬけの殻です。リビングはもうこれで全部ですね。まあ十分な広さっちゃ十分な広さなんですけど、物がないから声が響くね。でこの家の僕すごく気に入ってた点はここですね。吹き抜けなんですよ。これがね、すっごく気に入ってたところでした。なんかね、抜け感があると空気がこもらないからね、気分が落ち込みづらくなるんですよ。だからね、この抜け感はすごく好きでしたね。ただそれと同時に一個難点だったのはこの階段ですね。階段がね、まあ恐怖ポイントというか、すっごい急なんですよ。これ分かりますかね。上の段との間隔が、縦幅がすっごい短いんですよね。なのに高さもそこそこあるんで、これね、上りはいいんですけど、下りはね、僕カニ歩きみたいな感じになっちゃわないとダメでしたね。さあというわけで、ここがもう2階なんですけど、2階はねもう狭いです。こんな感じです。でもベッド置いて棚を置いて終わりでした。寝室代わりみたいな感じで使ってましたね。
な、特に紹介するところがないんですよね。もうこれで全部です。まあまあまあ十分な広さでしたね。でそっち出るとバルコニーが広がってて、個人的にはね好きでしたよ。まあでもアウトドア派じゃないからバルコニー出ることないんだけどね。でこれが下り階段なんですけど、これが怖いんですよ。これが怖くて普通に降りれないんですよ。だからちょっと横向きこう降りることなの。まあ、手すりつかまりゃいいんだけど、いつも YouTube 撮ってたのはこの角度ですね。この角度で撮ってたんですよ。なんかすごくいい家に見えるでしょ。まあいい家なんだけど、すごくいい家なんだけど、なんか良さそうな感じに見えるよね、この角度にすると。でも実際部屋の広さはっていうと、まあそんなに広いこともなく結構手狭でした。というわけでお家紹介は以上です。以上がこの家のまあ全貌なんですけれども、で正直なことを言えばこの家幽霊は全くいません。もう霊的なものも何もないし、なんだったら僕ねこの家引っ越してからすっごく運良かったです。もうなんだったら引っ越したくないぐらいなんですよ。結構気に入ってる家でしたね。でもまあちょっとねいろいろ事情があったので、まあさすがにこれもう一人暮らし用ですからって言ってみれば、なので、これでちょっと結婚生活はなかなか難しいところもあるだろうということで、まあ引っ越すことになりまして、今ね掃除とかの真っ最中で今綺麗にしてるところなんですけれども、ただ家としてはものすごく気に入っていたし、今の奥さんもこの家は良かったよねって言ってくれてるぐらいなんで、まあ結構お気に入りでしたね。なんか仕事部屋として借りたいぐらいでして、まあそんなにもそんなできるような余裕はないので無理ですけど、でも基本的には僕はこの家は霊的な面でも運気的な面でも素晴らしいと思うし、まあ風水的な面でも土地柄的にもね良かったと思います。っていうのがね、ここ基本的に埋め立て地なのかな、だと思うんですよ。まあ古地図とか見ても何の怖い言われとかも特になくって、治安も良くって安全なところにあるんですよね。なのでこの辺素晴らしいなというふうに思ってたので、まあ借りたというのが大きかったです。まあ実際前の家、ここの前の家はね怪奇現象起きたんですよ。インスタライブ中に女性の声が入ったりとか、僕の家に遊びに来た人がねなんか首根っこ引っ張られたりとか、いろんな怪奇現象に合うにはあったので、この家はそれと比べると全く何にも起きなかったですね、怪奇現象的なことは。でまあ一人でいる時も多かったですけれども、全くなんつんだろうな、怖いとかおかんが走るとか幽霊が通り過ぎるようなこともなかったです。というわけで、まあ、名残惜しくはあるんですけれどもね、まあ、まだまだ掃除したりとか粗大ごみ出しに来たりとかするので、ちょこちょことはこの家には来るんですけれども、まあ大好きな家でございました。まあ新居もすごく気に入っているのでね、そっちの方に移動したいと思います。それで行きますよ。せーの、すーいということで、こちらが新居になります。まだですね何にも物とか揃ってないので、これも前使ってた椅子だし、まあ、家具とかも一新したりとかして撮影環境っていうのはどんどん整えていこうと思います。なので、景色は結構変わっていくんじゃないかなというふうに思うのですが、整い次第ね着々と、なんていうんだろうな、 YouTuber っぽい感じに変わっていくんじゃないかなと思っているので期待していてください。で最後になりますけれども、物件を選ぶ際にですね、そういう幽霊とか気になるよ、悪い気がたまるんじゃないか、気になるよっていう人たちっていうのはどこを見ればいいんだっていうのをいくつかご紹介して終わりたいと思います。一つがですね、まあ抜け感があるかどうかっていうことですね。抜け感っていうのは空気の抜け道があるかどうかっていうのを指しております。空気の抜け道っていうのはいわゆる気の抜け道みたいなことでございまして、まあ幽霊っていうのは悪い気の塊みたいな邪気ウイルスみたいなものだと考えると、それが流動して外に流れていってくれる、その一箇所にたまんないでくれるっていうような作りになってるところの方が基本的には悪い方にはなりづらくなるんですよね。なので前住んでいた家みたいに吹き抜けになってるだったりとか、この家でいうと廊下に続くのに扉があるんですけれども、こういう扉っていうのは昼間とかっていうのは基本的に開けといた方がいいですし、その地続き上にこうやって窓とかがある場合は窓も開けて空気の抜け道みたいのを作ってあげると、中の悪いものっていうのは全部外に流れていってくれるので、中にたまらずに住むと思いますね。だからこそ、まあ、抜け感が必要ではないかなというふうに思います。で2つ目が土地ですけれども、土地っていうのはね基本的に古地図というのを見てください。現代において街を紹介するときにマイナスプロモーションになるものっていうのは全部省かれております。例えばですけれども、昔処刑場だったんだ
だよとか、ここっていうのはちょっと言うのもはばかられるようなところだったんだよっていうところは全部はしょられていて、まあスーパーマーケットが近いですよ、駅から近いですよ、ここっていうのはもう高級住宅街で基本的にはね治安はいいですよとか、そういうところだけがピックアップされるんですけれども、やっぱりね結構なお金持ちの人たちが、例えばですけれどもそこそこの高級マンションとかに住んだりとかしてどんどん転落していくっていうのは、古地図とかで確かめてみると良くないものがあったんだって、まあ、刑務所とか処刑場とかそういうものがあったんだっていう場所頻繁にあります。なので古地図を引っ張り出していて、図書館でも何でもいいですし、まあ何だったら検索でできる人はね検索で引っ掛けてみてもいいですから、その場所っていうのがもともと何があったところなのかっていうのを詳しく調べること、これはねすごくすごく大事なことだと思います。気になる方はぜひぜひ見てください。僕もまあ実際ここを新しく引っ越し先調べた時に、あ、ここは大丈夫なところだなというふうに調べてから引っ越しを決めたりもしたので、まあ、土地の良し悪しっていうのはね自分で霊感とかなくても調べることはできるので、結構霊感とかないんです、幽霊とか見えたことないけれどもそういうものを食らいやすいんですよね。なんとなく気の悪いところに住むと悪い感じになっちゃうんですよねっていう人多いです。僕のところにも直接言ってきたりとかメッセージをくれる人も多いです。そういう人たちは霊感ないから無理だっていうよりは自分で調べること、それが結構簡単なのでぜひぜひやってみてください。僕個人的にはそういう方法がおすすめです。はい、ということで今日はまあ引っ越し動画みたいになっちゃいましたけれどもね、どん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 動画の方だんだん背景が変わっていったりとか、どこで撮ってんだよみたいな感じでどんどん流動していくと思いますので、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ボーリーズジャパン。すごいね金ちゃん。ここでしょ。うわ、家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ。いやー湯気が。めちゃくちゃうまいな。イエーイ、フレッシュだね。若々しい。